田です、えー。今日はですね調布のラーメンランキングということで調布市民の店選びの傾向とはということをちょっと考察していきたいなと思います、えー、このようにねあの調布の周りにはそこそこラーメン屋さんがありますね、えー、古いラーメン屋さんそれから都内から進出してきたラーメン屋さんもありますねで、えー、調布駅周辺ラーメンランキングということでザ・ベスト3 とということで、えー、ちょっと異例ですけど1位から、えー、ラーメンランキング第1位ラーメンハウス中華おはら、えー、ここねラーメンがね500円で中華料理店なので中,中華料理そして大衆食堂的なものもあって、えー、ちょっとあの万能な感じですねいろんなものを置いてるっていう、まあ、大衆食堂的ラーメン屋さんでこちらが 調布ラーメンランキング第1位調布の元祖、えー、札幌屋さん <laughs> ね、えー、食べログランキング4.2、えー、同率の1位ですでラーメンが500円それから味噌ラーメン塩ラーメンも500円ということでやっぱりあのちょっと対種的な価格でいいですね、まあ、そこが評価されています で調布市民の、ね、望むラーメンっていうのは、まあ、に調布において最高レベルの古いレベルの店でいまあ、だに500円の野の助に高評価があるっていうところが特徴ですかねでその後、零0.1差で追いかけてるのがこの店で翔助、えー、って読むんですね節系の、うんあのー、煮干しとかかつお節の、ね、削り節を使ったつけ麺ラーメン の系統ですねであのまあ、やっぱり竹ちゃん煮干しが有名だったっていうのもあるだろうしあと大正県系のねお店がね非常にあの昔高評価だったんでね好評を得たんですけどあの閉店されていたんですがど,どうしたんですかねちょっとびっくりしちゃいましたけどでまあ調布ラーメンランキングとねあの食べログが4.0以上までっていうことにしておきますね なのでね今回はベスト3までであとはご紹介と調布の思考を考察していきたいと、まあ、そのように思っておりますはいえー北方ラーメン番内これ食べログ3.9結構高いですねで食べログで3.5桃園うん長崎ちゃんぽんうんでえーすけかくやって呼ぶんですよね食べログ3.2 えー、厳しいですねつ、はい、け麺鉄食べログ3.5食べログ3.4でぶっ飛んって呼ぶんですかね食べログ3.3、はい、王道タンメン、まあ、結構ね私タンメン好きなんですけども食べたことないですけどねはいまあいろんなものを置いてますね、はい、なかなかあの対照的でいいんじゃないですか あだし、ね、のどんらくとかあの自販機ありましたけどねラーメンストックっていうのがあってこれがちょっと人気になってるのがありましたけどちょっと写真撮らなかったですけど食べログ3.4日高屋食べログ3.3宝屋ちょっとこれはどうして3.3なんだろうって思いますけどねで調布銀座にあるお店ですけどね これはこういうお店もありますよとかこれラーメン屋さんじゃないですけどねでお店がこんな感じでわーっとありますけどもえー、調布銀座にあるえた、ー、けえー、大将兼っぽいお店でしたね3.5えー、これ台北飯店ですねえー、食べログランキングで3.8ということではい、えー そうですねあの鈴木亮平さんがあお気に入りでバイト時代ここで来てたらしいですねはい食べログ3.2の鶏そば10番コロというお店ですねはいえー、都内の方で繁盛してるお店の、えー、調布出店版ですね で、千年ラーメン、昔からあるお店で、食べログが3.7ですね。はい。えー、とんこつ、珍しいね。当時としては本当に珍しいとんこつラーメン出すところで、えー、麺食べ放題だったんです今はそうじゃないみたいな。階段玉50円に変わりましたね。で、さ、食べログ3.9。結構高め。えー、日向というお店ですね。あの、ここもとんこつラーメンで、えー えー、私食べたことないですけど評価よろしいんですねまあ町に町の人たちにはよ評価いいみたいですねはい中華料理かえん、ー、ですかね3.7だから「夢な江川亜邸」これが食べログ3.8ですねにこっちら西調布になりますね でもう一つ、西調布でうるま島って呼ぶんですかね、あの沖縄料理の,の早期そばとかですけどね、食べログで3.5ですね。えー、まあ、結構ね、こういうお店もあったりしてね、西調布はちょっとね、面白い店あるんですが、本当何も、あの本当に閑散としたとこなんですけどね。 で、えー、まとめですけどね、調布市民の傾向として、な、ま、じ、あ、みのある古い店が好きなようですね。あと、調布ではね、どうもね、大衆料理的なね、大衆食堂的なね、そういうお店が好きな傾向あるみたいな気がします。で都内有名店の出店タイプに関しては、苦戦させてますね。<laughs> 冷たいかもしれない。 で家系など新しい味もちょっと敬遠気味かな。で、節系にはね、理解があるみたいですね。もともとはあの、竹ちゃん煮干しとかありましたからね。それから、あの、人気だったね、大正兼的なね、系のね、あのお店が閉店していてね、ちょっとびっくりしたんですけども、あの、どうしたんですかね、<laughs> ちょっと理由知りたいんですけどね。 であと食べログ評価が、まあ、どっちかっていうとねラーメンオタクにはねあのー、あまり使えない評価かもしれないですねっていうのは評価が味とはまた別次元なところにある感じがしましたねなのでまあ大象兼系のねあのお店も本当はもうちょい繁盛しても、うん、行列とかあっても良かったのかなと思うんですけどあまりあのー 派手なブレイクがするような場所じゃないですね。あとね、うん、昔すごいあの人気だったね、宝屋さんがちょっと人気を落としてるのと、味自体がちょっと昔よりちょっと落ちたかな、それはちょっと感じましたけどね、うん、あの昔の味がね、よみがえったら嬉しいかなっていう、まあ、個人的なあ感覚ですかね。 でちなみにラーメンランキング、私的には、あの、あれとあれとあれが、うん、上だなっていうのはありますけどね。それは、やめておきます。<laughs> はい。じゃあ、また、あの、ラーメン、ラーメンに限らずね、ちょっと、あの、調布の、うん、ランキング的なもの、うん、ランキングというかね、ご紹介のね、動画を、あの、さらにアップしていきます。この、ちょっとね、分割してますのでね、前みたいにね、 20分とかのね、やつやるとちょっと長くなっちゃうんで、はい。まあ今日もでも長くなっちゃいましたね。9分近くなっちゃいましたけど、うん。また、あの、調布のね、情報を、もう撮影はもう終わってるんでねあ、あの、発表をしていきたいなと思っております。じゃあ、また次よろしくお願いします。田村でした。